えば夢見る時がある。転入生がやってくる。その子は何でもできる素敵な子。たくさんいるクラスメートの中に私がいることに気づいて。本を読んでる時もすごい心ちゃんのことを自分でも応援したいなとかすごいそう思いながら読んでたので、そうみんなに応援してもらえるような作品にできるように頑張ります。よう、帰るとこ。なんか最近みんな来てなくない？夏休みだからかな。難しいながらも僕もアニメとか子供の頃がすごい好きなので、そういうリスペクトも込めてやらせていただくという感じでした。あなたが最後だからって、その子が、その狼様が言うの。七人揃わないとダメなんだって。夏休みに入ったらみんな忙しいらしいよ。正宗は親と旅行、フーガは午後から夏期講習が2週間ぐらいあるんだって。名前じゃなくて名字。嬉しいっていう感じに野原ののって書くの。よろしく。私風花中二、よろしくお願いします。今日から伺う予定の安西ですが、見学の時にはあの子の方が行きたいって乗り気だったんですけど。その部屋に入ることができればどんな願いも叶う。ただし入れるのはこの7人のうち1人だけなんだよ。赤ずきんちゃん、辻村瑞希さんの大ファンなので、大好きな物語の世界の中に自分が入れたっていう、その一員になれたっていうのが、なんかこうどこかまだ信じられないような気持ちで今すごく嬉しいです。心ちゃんと2人で話したいなと思って。お母さんとは時々お話ししているの。心ちゃんがスクールに来たいと思った時に来てくれたらいいなって。狼様が出てくる登場のシーンが好きです。なんか始まるぞっていうこのワクワク感がすごい好きです。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。うん、理想的な心が生まれました。良かったです。心の声優をできて本当に良かったです。ありがとうございました。